いいぞ、落ち着いているね、相馬くん。あの、一色先輩、調理は？ああ、僕のことは気にしないで。メンバーを鼓舞することもチームワークの一つだ。思い出すんだ、僕らの極星寮で過ごした青春の日々を。一色、よそ見はそこまでにしてもらう。料理ってのは調理中の俺たちの立ち振る舞いも全て含めた芸術。俺たち自身も作品の一部だ。俺と向き合って一つの芸術を作ろう。俺とお前ならできるさ。うわ、出動決め技、本人がペッパーミルのロンドと呼んでる動きだ。おりなそうぜ、最高の共演、セッションメロ。ごめん、君名前なんだっけ。意識、リンドウ先輩は悲しいぞ。同級生の名前くらいちゃんと覚えろ。リンドウ先輩、髪アップにするの似合ってますね。お、そっか。会話弾ませないでくれますか。いいさ、意識、この勝負で刻んでやる。お前の心に俺の存在をな。雪平の心配ばっかしてる場合じゃねえ。意識先輩やメギシマ先輩も応援しなきゃ。さあ、ジュリオ先輩、うなぎに火を入れ始めました。塩コショウしたうなぎに玉ねぎ、ガーリック、そして白ワインのロンド。イタリア仕込みの技が炸裂していく。白月は代々イタリア領事館の食事番を任され、日本とイタリア両国でその名を轟かしている家柄よ。確かに手際はいい。うなぎがお題で相手はイタリアンか。厳しい対決になるかもしれないぞ。日本人にとっては意外かもしれないが、ヨーロッパでもうなぎ料理はメジャーだ。選抜準決勝で黒木場が出したうなぎのマトロートもその一つ。特に南イタリアではナターレ、つまりクリスマスの頃にうなぎを食べる風習があるんだ。へえ。シラツジュリオもうなぎ料理には相当な自信を持っているだろうな。一色さんはどんな料理人なのかしら。あの調理服を見るに和食が得意そうだけど。そば修行での包丁3日、のし3月、木鉢3年と似た言葉がうなぎ職人の世界にもある。串打ち3年、裂き8年、焼き一生。8年一生、桁が違う。あの一式って人にそれだけのスキルがあるかどうか。そうだ、うなぎの養殖場を運営するのもいいかもしれない。ビニールハウスで育てればうなぎが冬眠しないから成長が早いし。へえ。ってそんなこと言ってる場合じゃないだろ、石川。思わずタメ口に。勝負の最中にヘラヘラと。お前はいつもそうだ、のらりくらり本気を出さずやり過ごす。俺はお前の才能を心から尊敬している。敬愛するドナーと後藤田先輩と同じくらい。メラブリョーゾー。俺はお前と肩を並べセントラルで活躍することを夢見たのに、なぜアザミ総帥に従わない。お前はバカだ、大バカ野郎だ。全然動じてねえ。記録員、お前からも言ってやれよ。一色家の名家の落ちこぼれ者ってさ。名家の落ちこぼれ。ひどい言われようだね。でも本当のことだし仕方ないな。一色、お前にはプライドがないのか。七席から落とされてもなお極星寮とかいう隠した連中のたまり場に居続けているそうだな。お前のために言わせてもらうぞ、その程度の連中など一式の者が成り合っていい輩じゃない。白津君、少し黙ろうか。なんだと、切られた血管自身が切られたことに気づくのが遅れたみてえだった。チキショ、今ならはっきりわかるぜ。やっぱりあの時は実力の半分も出してなかったってことか。化け物じみた腕前、何者なんだこの人は。その程度か。やれやれ、僕はともかく寮のみんなに対してそこまで言われるとは思わなかったな。よし、決めたよ。白津君、君のことは本気で叩き潰そうかな。